はい、グリップを正しく行えたら次はどこに落とす、そしてどこに当てるかですね。ボールを落とす場所っていうのは膝のお皿の外に向けて落とします。でなぜかというとパントのコンタクトどこで行うかと言いますと、ここの外側の足の硬い骨ですね、ここを中心にコンタクトしていきます。でそこでボールの中心ですね、ボールの端っこを擦って、飛ばす、そして回転をかけるっていう考え方をしている人もいるかもしれないんですけど、この時はここのアウトフロントに当たることで回転は勝手にかかります。なのでボールの真ん中を叩きましょう。ボールを前に出したらここの膝の外の皿を基準にここがボールの真ん中になるようにドロップしてあげます。そうすると、自然とさっき言ってた硬いところにボールがコンタクトすることができます。はい、では次はドロップの練習を行っていきます。